一条忠だは、江戸時代後期の苦行。関白、一条中領の四男。下には、十一位、左大臣。一条家二十二代当主。皇后は後大正寺。十四代将軍刑事問題では一橋派を支持。後部合体派で、尊上派の公家と対立した。余儀礼を、よくしたほか、加瀬山焼きで、好みの戦着機を作らせた。明治天皇の皇后。 証券交代号のジップにあたる。文化9年2月13日誕生。文政2年8月11日同昇殿。同年8月28日玄服金時期正殿。高津笠正道が果敢を務めた。同日、聖五意下。同年9月1日、左小野江県少少助任。同年9月15日、14位下女医、同年12月10日。 右小野江県中上女人。文政3年正月19日、十三味。文政4年12月19日、小蔵くらい。文政5年8月16日、県中納言。文政11年2月4日、県大納言。同年4月3日、十二位。天保9年10月17日、正二位。高歌5年3月21日、右小野江大将県様両五官女人。 開エ2年正月14日、左この江大賞県右馬笠五官ご助任。安政5年3月21日外大臣に助任。安政6年3月27日、左この江大賞及び様良五官を辞任。同日、左大臣となり、随身兵成を許された。万円元年4月5日、11位となる。文久元年、左大臣となる。文久2年に、 新設の国事御用係に、子、実領らと共に就任。文久3年4月11日、男山八万宮行行二部。同年11月7日、左大臣及び平図へ辞退し、同日に皇居。去年52、小健康大号は一条家天意の娘で、忠だ側室となった、新畑葉子の子である。ありがとうございます。